はい、こんにちは、総合監督と申します。言うところ、これチャンピオンズカズ。今日もこちらのゲームを実況プレイしていこうと思います。さあ、またね、イベントが終わりました。ワールドマーケットですね。結局今回もね、ワールドマーケットでね、何も落札することできなかったんですけれども、まあ、ガチャ券とかはね、手に入れることできたんで、今回はね、それ引いていこうと思います。久々にね、メインの動画になります。メインアカウントですね。で、あとですね、その前のね、ライジングスタジアムのね、報酬も引いてなかったんで、まあ、それと合わせて今日は行こうかなと思います。ただですね、ちょっとライジングスタジアムの方は全然頑張れなかったんで、マジでね、ちょっと報酬少ないです。はい。ということで、行きましょう。フットボール2022がちょっと開幕したんでね、それにちょっと時間使っちゃったっていうところがありますね。はい、こんな感じです。ライジングスタジアムの報酬っていうのが、クライフのレジェンドチャンスガチャの 5%。これと、これだけか。5% の30%、星5確率 30% だけですね。ああ、そうですね。めちゃくちゃ悪いですね。はい。ちょっとね、今週からね、またね、力入れてやっていこうかなと思います。さあ、それではね、ガチャ券 10% からどんどん引いていきたいと思います。ちなみに星5確定は3つ。そしてですね、クライフが出るかもしれない。また無理だろうな。5% やから、まあ厳しいとは思うんですけれども、それでもね、出る確率、可能性はあるんでね。はい、頑張っていきましょう。では、参りたいと思います。10% からガンガン引いていきます。これはワールドマーケットの報酬ですね。はい、もうマジでね、ワールドマーケットはね、一回もね、このイベントで落札したことがないっていう感じなんで、ちょっと次こそはね、マジで頑張りたいですね。はい、まずはキーラン・トリピア、イングランド代表。そして次、再び 10% 攻めます。最近はこの 10% からね、金旗出ることもあるんでね、期待しておきましょう。さあ、クリスタンテ。まあ、ここはね、使わないです。即売りですね。さあ、次、上の方の星 50%。いやー、全然ちょっと流れてませんね。10%からしゃあないけどな。ぶっちゃけ。リンデロフ。はい。まあまあ、この辺はね。はい。そして、最後の 10% になりましたね。もう、10% は瞬く間に終わっちゃいましたね。はい。うわー、全然待ってね、マジで。もうなんか銀縄ばっかりやん。逆にいいんちゃう。マジで星5回ってこんかったからな。全然ダメでした。はい。しかも、誰かわかんないというね。アルゼンチン代表かと思ったら違うやん。これ、ディナモキエフかな。ディナモキエフの10番がやってきました。さあ次。30% が2個ですね。上から行くか、下から行くか。まあ、どっちでも一緒ですけれどもね、下から行きたいと思います。さあ、全然星5回ってこないぞ。だこの回ってる感じでなんかもう星5出るのか、星4出るのかってなんとなくわかんないよな。誰これ。マルティネッリですね。はい。ポジションもあんまり分かってないけれども、あ、ここはどこか。微妙やな。OK、次。30% もう1枚引きます。さあ、来い。30% 2個引いても引けんのか。10% もその前引いてたけど結構。ああ、ダメか。OK。91。ジョーダン・ヘンダーソン。さあ、それじゃあね、もう星5確定ガチャが3つとね、レジェンドチャンスガチャ、カッコ・クライフだけが残ったんで、星5確定攻めてから最後にね、クライフ、5% で狙っていきたいと思います。5% 言うても、あっちのやつが 5% で出るだけやからな。その辺が微妙やな。エクストラの方が 5% で出るみたいな。みたいらしいですよ。わかんないけど。まあ、でも僕はこんだけ引いてないってことは、引けてないってことは、多分そうなんやろな。5% でもエクストラっていうのも微妙やけどな。さあ、星5、どうだ ?107、違う、97だ。ペドロ。これ何ペドロや?わかんない。ペドロ・ゴンサルベス。初めて聞いた。初めて獲得してますね、これね。スポルティング・リスボン。さあ、次、再び星5確定ガチャ。いきましょう。レギュラーの方がいいんかな。でも、あれか、ガーディアンあるもんね、今な。レギュラーは今ガーディアンがあるんで、ひょっとするとワンチャンいいのね、弾けるかもしれない。レジェン、もうペドリいいじゃないですか。僕なんかペドリのなんか発音変なんですね。ペドリって。変なんですよね。ペドリ。ね、ペドリ。ペドリって。なんかわからんけど変な癖ついてしまいました。さあ、それじゃあ行きましょう。3枚目のレギュラーシリーズ確定ガチャ。ただ、今のね、ペドリに関しては、かなりいいんじゃないでしょうか。今回からね、ちょっとね、ペドリの、発音イントネーションちょっとね、しっかりね、変えていこうかなと思います。いつかね、馬鹿にされるぞ、これは。ペドリいいよね、みたいなこと言ってね。ペドリやみたいな。言われるの恥ずかしいからな。はい、97。あー、フェルトンゲンですね。初めてなんよ、これくんの。なるほど。ちなみに、ベンフィカ所属。
よし。では最後ですね、レジェンドチャンスガチャ、カッコ暗い風いきたいと思います。さあ来い、金肌、とどろけ金肌。さあ、ダメだ。ティックタック、ティックタック、1個しかない。さあ、全然回ってないぞ。うわー、やっぱり星4か。しゃあないね、もうこればっかりやね。ラビオット。さあ、ということで、すべてのガチャ券引き終えましたそう。はい、全然ダメでしたということでね。イベント、まあ、ワールドマーケットが、ワールドマーケットが始まってんね。ワールドマーケットが今、ワールドマーケットが終わってん。はい。何のイベントか忘れてもらった。今なんかかなり微妙なイベント来てますからね。ちょっとこのイベントはあんまりなんか毎回毎回思うんやけど、かなり微妙やな。しかもこれ戦うときに結構ね、強いディビジョンの人と当たったりして、ボロ負けするとかようあるからな。気をつけないといけない。しかも初心者向きじゃないイベントなのかなという感じはねしますね。お金いっぱい使うしね。はい、ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。